グリーンだと思うんだけど、うん、踊ろうかなと思って、うん、そうですね、うん、普段は見えてないから見えるようになると三色、はい、3色で、あと見ると光っていうのは透過して見えるので、うん、反対側から来てる、うん、これも綺麗ですよ、この影の影、うん、影を撮ることで同時に光を撮ってる、うん、同じ風景なりで、うん、例えばその東京駅の建物を見ると、うん、でそこへ向かうその並木の緑、うんうん、その色の出し方、うんうん、なんでこう、うん、うまく出せるのかなっていう、こうやって皆さんの作品をその場で、うん、スクリーンに映して先生からいろいろコメントをいただく、そのコメントも非常に味わいのある、うん、お腹が入った時に光と影ということ、光と影、あれ今でも頭の中にインプットされてるんです2回目 で、はい、で前回はスカイツリー目指して撮っておけばいいかなっていうところで非常に単純だったんですけど、はい、今回は非常に対象物というか、うん、自分で構図考えるのことが難しかった、うん、今日は東京駅のところで、はい、まず全体を押さえて、はい、それから一つずつ物語というかその情景とか、はい、季節感とかいうのを入れるためにやっていくっていうのを学びました、うん、まあでもこういう写真を見てるとやっぱり自分の中のイメージがどうでそれを表すためにどうしたらいいんだろうっていう部分でやっていかないと、うん、ただ撮ってるだけだとやっぱり本当の偶然の確率で何か、たまたま1000分の1とか1万分の1で撮れたっていうことにしかならないのでやっぱり自分のイメージを持ってその中でじゃあどれをどうしたらそれに近づくんだろうってことをやっていかないと自分の目に見えて美しいなと思うものをちゃんと信じてそれが伝わるようにやっていきたいなと今日は思いました。することってすごく楽しいんだけど実は深くて難しいことでなかなかその自分のらしい表現って現れないものなんですね。なので現れないものだっていうことを前提にやれば、まあ、少しずつその手がかりを一枚一枚撮る中で見つけていけたらいいんじゃないのかなって。最初カラーっていう形で中本さんがね、うん、先生が行ってそれで出たじゃないですか、うん、で結果見てあなるほどねあこういう感じじゃやっぱり自分のカラーを感じてんだなという印象を受けましたよね。本当に普段見てるのに見えないところっていうのはやっぱり写真を通じて見る。でそれが今回展示っていうのは尾道広島と岡山と東京で合作で作っていただいてるんですけど、やっぱりそれは距離を感じないんですよね、まあ、別に東京と広島に離れていながらも通じることができるとやっぱり写真に出会うのかな。それは出せないとちょっとわからないです。